どうもこんにちは、まみよしです。今回もね、iPhone 14シリーズのケースデビューしていくんですけども、今回はこちら、ピタカのケースデビューしていきたいと思います。こちらのね、ピタカのケースに関しては結構人気な製品なので知ってる方も多いと思います。今回ね、全4種類全部送ってもらったので、実際にね、どんな使い心地なのかっていうのを開封して見ていきたいと思います。やっていきましょう。まず一つ目がこちら、ピタカのフュージョンウェービングマグイージーケース3になります。ラインが入ってるやつですね。 6.1 インチの iPhone 14用になります。このパッケージがね、なんか再生紙みたいな感じになってますね。環境に配慮した感じになってる気がする。いきます、オープン。あ、いいねいいね、高級感あるわ。で、本体とサンキューの紙、まあカタログみたいなやつですね。カタログにクッションがこんな感じで入ってます。本体とケースの間に隙間が出る場合はこのシートを貼って隙間をなくします。そしたら、まあ、とりあえず貼らないでそのままつけてみたいと思います。じゃあ行きます。お、あ、ぴったり。シールは貼んなくても普通にいけるな。ただ貼らないとちょっとこう動く感じはありますね。シール貼ってみるか。で、シール貼る前にちょっと重さ測っていきましょう。重さは 18g、 軽い。結構ね、こういうケースとかも重いやつつけちゃうとね、 iPhone 重くなってね、使いづらくなっちゃうんで。じゃあちょっとステッカー貼っていきましょうか。こんな感じでステッカー貼ってみました。これは結構クッションがあるタイプですね。ちなみにこの状態での重さは18g。 あ、変わんないね。じゃあつけていきましょう。ブルーの iPhone 14につけるとこんな感じ。まあ、あのカメラ部分以外は全部覆われちゃう感じですね。で、電源ボタンとか音量ボタン、マナーモードとか、であとは下の部分ですね、スピーカーとかライトニング端子っていうのは全部剥き出しになってます。なのでね、こういう場所に関しては傷ついちゃうので、そこだけね、好み分かれるかなと思います。で、これ今開けたのはこんな感じでね、 600D っていうアラミド繊維でできてるやつなんですけども、薄さがこれ 0.9 ミリになってます。1ミリない。それでいてここにね、マグセーフチャージャー&アクセサリーズマグネットを搭載してるので、こういったね、マグセーフのアクセサリーにも、はい、ピタッとくっつけることができます。これはね、他のケースにはないですね、この薄さでこの磁力があるのは。これめちゃめちゃいいな。で、実際につけていきます。うん。で、さっきね、ちょっとプカプカしてたのはステッカーつけることによってなくなりました。こんな感じです。この質感とかもいいね。ちょっとね、こう網目みたいな感じになってると思うんですけども、その質感がね、しっかり表面に出てますね。で、ここはちょっとラバー調なコーティングなのかな。ちょっとね、ゴム感感じます。で、ここにピタカのロゴと、うん、いいね。で、マグセーフにピタッとくっつく。結構ね、強く振っても全然落ちないね。え、すごいな。これが 600D の薄さのケース、フュージョンウェービングマグイージーケース3でした。ここのラインが特徴的なやつですね。で、これね、普通のケースと違ってアラミド繊維っていうね、耐久性がある素材でできてるので、割れたりしづらいモデルになってます。続いてはマグイージーケース3、普通のやつですね。こちら開けていきましょう。で、このマグイージーケース3なんですけども、これ2からね、改良されたモデルになってます。2よりも 33% 薄くなって 1.42 ミリから 0.95 ミリになってます。で、軽さに関しても変わって、2と比べて 27% 軽量化、 8.3 グラム 減少。で、磁石の厚さに関しても 0.55 ミリから 0.4 ミリになって 27% 薄くなってます。で、充電効率に関しても 15.8% の効率向上。かなりね、2と比べて進化してます。じゃあマグイージーケース3オープン。よいしょ。おー、内容物とかはさっきと一緒ですね。これもね、しっかりとマグセーフでくっつくようになってて、で、カメラのね、部分っていうのも保護されてます。重さに関してはさっきの 18g に対してちょっと重くなってますね、 21g。 なので、ちょっとでも軽いっていうのがいいんであれば 600D のモデル、ちょっと重くても丈夫な方がいいよっていう場合は 1500D のモデルを買うといいと思います。シルバーの iPhone 14 Pro に取り付けていきます。白のモデルにつけるとこんな感じ。まあ、元が黒なので、ブラックモデルとか、あとは青モデルとかに取り付けるとね、いい色かなと思います。さっき紹介し忘れたんですけども、こんな感じでね、カメラの部分よりもここの部分が飛び出てるので、こうやって置いた時もカメラの部分が傷つくなんていう心配もありません。こんな感じです。で、これもさっきと同様、電源ボタンとか音量ボタン、マナーモードのボタンとか、
下の面とか、あと上もそうですね。こういったところは保護されてない形になります。マグセーフアクセサリーを使いたくて、軽いケースがいいっていう人にぴったりなやつですね、やっぱり。マグセーフもしっかりくっつきます。ここも全部覆うカバーとか出てほしいね。これがね、マグイージーケース3になってます。続いては最初と同じフュージョンウェービングマグイージーケース3ですね。こちら 600D のやつ。最初に紹介したやつと一緒なんですけども、ちょっとデザインが違いますね。プロマックス用の重さが 20g。軽いね。14プロ用のやつよりも軽い。やっぱ 600D の方が軽めですね。で、ちょっと 600D の方が、こう、しなやかな感じかな。薄いから。じゃあ14プロマックスのシルバーにつけていきます。こんな感じです。これもね、しっかりカメラよりここの縁が出てて、ケースに関しても大体一緒の仕様になってます。裏面のデザインはこんな感じですね。いいね。なんかカーボン柄が好きな人はこのピタカのケースめっちゃ好みだと思う。いい感じ。そして最後 6.7 インチのプラス、まあ、iPhone 14プラス用ですね。こちらはねまだ発売してないので手元にないんですけども、ちょっと開けてみていきましょうか。こちらが iPhone 14プラス用の通常のケースになってます。個人的にはこれが一番好きかな。こういう縦線とかない方が好きですね。で、これに関しては 600D になってるので多分 21g とかかな、 21g になってます。まあ、こちらはザ・カーボンみたいな、なんかそんな感じのねやつですね。まあカーボンじゃなくてアラミド繊維なんですけども、カーボン柄が好きな人はねこれかなり好みだと思います。ちょっとねつけられないからどうしようかな。無印14にかぶせてみるとこんな感じ。うん、いいんじゃないかな。黒のね iPhone 14 Plus とかにつけてみるといいと思います。うん、でこのね14プラスとか 6.7 インチサイズでこの 20g とかの重さのケースってなかなかないので、軽いケースが好きな人にはぴったりだと思います。マグセーフも対応してるし。ちなみにちょっと他社製のケースの重さも測っていきましょうか。他社製の14プロマックスかのケースは 36g とかなので、だいぶ軽いことがわかるかと思います。ということで全サイズ用レビューしてみたんですけども、いかがでしたでしょうか。個人的に好きなのはこれですね。まあ、ザ普通のマグイージーケース3。マグセーフ対応しててこの軽さっていうのは他にないので、これいいですね。しかもアラミド繊維でめっちゃ丈夫です。こうやってね割ろうとしてもなかなか割れない感じね。詳細はね概要欄でチェックしてみるといいかと思います。皆さんはねどれが好きだったでしょうか。よかったらコメント欄で教えてください。以上、バイバイ。